の72。C の72。あ、ここだ。ここ。C の72。あら、誰もいない。わあ、俺らうるさいからな。誰もいないとこに押し込められちゃったよ。これだよ。これが二等和室ね。ちゃんとこうなんかちょっとしたついたてがあって、隣にうるさいやつとかいけつかないやつがいてもね、大丈夫なようになってんだけど、でも俺らみたいにでっかい声で話するやつはうるさいよのはうるさいとね。でもまあ快適だよ、ほらね、ロッカーとかもあってさ、前の和室と比べたら全然快適ね。うん、じゃあちょっとね、他の施設もね、この船の中の見てみましょうかね。はい、ここからね、ここが入り口で、ここからね、私たちは入ってきましたね。でここがなんかこうちょっとしたラウンジみたいになってて、ここ談話室か、談話室、うん、ああ、ここはね、金網の中は食堂です。食堂だ。じゃあね、このね、入ってきたところから上の階に行きますよ。上の階ね、上はね、多分ね、ちょっと高級なこう船室で、俺らは入れないね。ガラス張りで、貧乏人は入れないとこです。ここはね、特に透析、ここも近づきがたい雰囲気の特に透析です。私たちには近づけない、クワバラクワバラというか、お金を貯めて出直してこいっていう感じだね。あ、こっち、こっちはここはほら、二等優先席。ここはちょっと高い部屋で、我々貧乏人には入れない、入りがたい。そうだ、こっちはね大丈夫なんだ、こっちは外だから外は貧乏人でも行けると。ほら、デッキだ。展望デッキっていうか、なんか、外が見える。ほら、ね。おぉ。なんか、ちょっと、ね。こういう感じで。なんか、下が濡れてるから、滑りそうだけど。おぉ、こういう感じだよ、ほら。おぉ。ほら、今ね、ステップをね、ステップをかけ直しました。なぜかというと、ね、駆け込み乗船はご遠慮くださいの人がいるよ、ほら。うわー、走れ走れ。もうね、発車ベル鳴ってますよ。タラララララララみたいな感じで。うわー、もう目立ってるよ、この人。有名人。すごいぞ、頑張れ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 。ここでなんか、天気のいい時は、ちょっとね、なんか食えたり飲んだりできると。なるほどね。あ、この辺は前の船と変わらないね、あんまりね。うん。で、この上の階があるんだよね。もう一階上が、これがもう展望デッキになってて。桜台の時期が一番いいじゃないですかね。気持ちいいですよ。堤防の先で飛び湯を、そう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 、車はねそこに止めて、そこから先も行けないから、それであの先端で飛び湯をするんだけど、今回は誰も釣れてなかったね。あ、でもなんか潮通し良さそうだしさ、ここさ、なんかね、青物釣りには良さそうだよね、この堤防ね。本日は東海線立花丸ご乗船くださいまして誠にありがとうございます。本線東京港竹芝桟橋への到着予定時刻はただいまのところ時刻19時50分、午後7時50分の到着を予定しております。これね、トリスのね、このね、このこれをデザインした人、このデザイナーさんがこの立花丸の
船の色とかをデザインしたんだよね、確かね、デザイナーさん、有名なデザイナーさんなんだよね、この色をね、なんか確か名誉船長になってんだよね、ああ、ポイントあるよ、ほら、ああ、本当だ、この人なんだ、柳原良平、この人がデザインしたと。色をね、色をデザインしたんだよね、カラーリングをね、うん、なんか買ってきます、ね、ああそうだね、ビールでもね。ビールはね、もうあビールはもういいから、焼酎みたいな、ああ自販機コーナーね、このレストランの脇にある自販機コーナーで、あ違う、こっちじゃない、こっちじゃない、酒はここではない、酒はどこだ、酒だ酒だ、うー酒送り、酒酒酒酒酒、うー酒酒酒酒、どこだ酒は、あっちか、あっちだ、あ向こうにあるかもしれない、うわ酒が切れてきた、あここか、あったあった酒だ、早く来れ、早く免許証ここに入れてくれ、早く早く早く、これだこれこれ、これを早く、うわ出た、おおしよっしゃ、今回の兆候の無事と、まあ、大量とは言えないけどね、まあまあの兆候を祝って乾杯、お疲れ様でした、よっしゃ、やっと落ち着いた、お疲れ様でございました、あ帰ってきました、まあね、また次のね兆候行きますので皆さんその時は見てくださいね、いやお疲れ様でございました。はい、それで今回の初の三宅島兆候で持ち帰った兆候はこれです。45センチの女川を頭に40センチの女川と40センチの口太、この3匹でした。まあね、50センチには遠く及ばなかったですけど、初めての三宅島兆候でこれだけ釣れたんだから、まあよしとしましょうかね。それでこの一番大きい45センチの女川、これはね重さはね、まあ 1.4キロ、 1.4 キロってとこだね、まあそんなもんなんだね。それで懸案のこれだよ、これね、50センチが釣れたらこの私が使ってたシマノのナスキ C3000 番、これをプレゼントしますって言ったんだよね。でもさ、45センチ、全然50センチには足らないじゃん。でもまあ40センチが2匹プラスされてるから、まあ仕方がねえ、今回はこれをねプレゼントしちゃおうかな。結構ねこれね悪くはないんだよ、もう使い込んでいて結構傷だらけなんだけどね、まあその辺は現状私ということで。ラインはね、これはね銀鱗の3号が100メーターちょっと巻いてあります。このラインもね結構これ高いやつなんだよ、これね、これほら銀鱗、これねフローティングタイプで150メーターで1800円ぐらいすんのかな、定価ではね。それが100メーターちょっと巻いてあります。それでね、とにかくねこう細かいとこ見るともう本当に傷だらけ、ただベアリングとかはまだしっかりしていてガタはほとんどないと思います。購入年月日はここの部分にねこうね記入してあるんだけどね、これは2011年9月に買ったものです。はい、それではシマノのナスキー C3000 番をプレゼントすることになりました。それでは皆さんもらってみましょう。ということでね、これから応募の方法をお話しします。
今回のプレゼント企画に応募できる人はネット隊員の人に限ります。現時点でネット隊員の人です。でさ、こう言っちゃうとさ、じゃあ私もネット隊員になりますってさ、今からネット隊員になる人が出てきちゃうでしょ。このプレゼント企画が終わるまではネット隊員になりたいと言ってもネット隊員にはしませんので、ですから現時点でネット隊員の人のみが応募できます。自分がネット隊員になっているかどうかは自分のチャンネル登録者、この中にね、検探隊が入っていればあなたはネット隊員です。もし検探隊が入っていなければそれはネット隊員じゃないですからね。そこのところで確認してみてください。まあね、ネット隊員じゃない人が応募してくれてもこちらの方でも分かりますので、その時にはあなたはネット隊員じゃないですから応募できませんよって言って、その応募のコメントは削除しておきますから、そのような対応をさせていただきます。それで応募資格その2、その2はね、やっぱね、こんな中古のリールさ、大人は欲しがらないよね。お金があるからさ、買えるもん、新しいやつを。で、割とお金を持ってなくてリールが買えない子供さん、子供を対象とさせていただきます。それでね、この子供の定義っていうのはね、なかなか複雑だよね。何歳とかいうことになっちゃうからさ、検探隊は年で子供だ大人だとは言いません。自分が子供だと思ったらそれは子供、たとえ小学1年生でも、うらもう大人だよっていう人は大人ですからね。子供だという自覚のある方だけ応募資格があります。応募条件その3、これはね重要ですよ。住所、名前、電話番号、これをちゃんと私の方に伝えることができる人。それでね、この伝え方ですけどね、コメント欄に自分の住所とか電話番号書いちゃダメだよね。書いちゃうとさ、全世界に公開されちゃうことになるし、プライバシー関係のものっていうのはこのコメント欄に書いちゃいけないことにもなってるからね、ここには書かないでください。プレゼント企画に当選してあなたがもらえますよって決まった時にね、私の方からあなたのチャンネルの概要欄のメッセージを送信っていうところから、あなたは当選したので住所とか本名とか電話番号とか教えてくださいってメッセージ入れますからね。そのメッセージに返信の形で自分の本名とか住所、電話番号を教えてください。それでね、この概要のメッセージ欄っていうのはね、他の人には一切見られることはありません。いいですね。当たってから住所とか名前とかのやり取りは概要のメッセージ欄で行うんですからね、ここんとこよーく覚えておいてくださいよ。それでね、このメッセージ欄にこっちから当たりましたよってこうメッセージ入れて、その後返事が来なかった時、その時には2番目の人に資格が移っちゃいますからね。だからこっちがメッセージ入れたらすぐに返信してくださいよ。ここもよろしくお願いしますよ。それで応募の方法、これも重要だよ。応募の方法はこの動画のコメント欄にリールが欲しいですとコメントの形で入れてください。この時にはね、絶対に本名とか住所とか書いちゃダメだよ。リールが欲しいとそれだけ書いてくれればいいです。それでコメントを入れる時には、何回も何回もいつも言ってるけどさ、返信できるコメントで入れてください。返信できないコメントでリールくださいって入れてもらってもそれは応募資格にはなりませんからね。そういう時にはコメントを削除しておきますから、いいですね。返信できる形でコメントを入れてください。あとね、この動画以外の動画にリールくださいって入れてもダメだからね。そういうコメントも無効ですから削除します。それで応募期間だけど、これはね短いよ。次の火曜日、次の動画がアップされるまでが応募期間になります。ですから次の動画って火曜日の20時にアップでしょ。だから火曜日の20時までにこの動画のコメント欄にリールくださいって入れてください。それ以降はこの動画のコメント欄にコメント入れようとしてもコメントが表示されないような、そんな設定にしちゃいますからね。だからコメント入れても表示されなくなっちゃったら、ああもう応募期間が終わっちゃったんだと、こう思って諦めてください。最後にリールは1個しかないからさ、2人以上の人が応募してきた時にはこれは厳正な抽選によって当選者を決めます。でね、このね抽選の様子は動画でもって公開しますので、こうご期待と。まあこんな感じなんでね、だから実際の当選者が決まるのはそうだな、1ヶ月ぐらい先になるとは思います。それではプレゼント企画ただいまより始まります。ゴーゴーゴー。